来ててくれますか。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。お帰りなさい。いい車と待っていましたよ。また俺は強くなったみたいだ。リモージの探検家から聞いた噂によると、この島には
とどめだ。逃がす。吐くだ。熱風剣。油断したか。今回は君たちの勝利としよう。リモージュの探検。リモージュの探検。リモージュの探検家。ここは危険だ。これ以上近寄るな。彼は一人で入っていったようですが、大丈夫でしょうか。気をつけてください。敵が来ます。受けてみろ。もらった。逃がさない。てい、熱風剣。とどめだ。熱風剣。この道は何年も閉鎖されていて、今では魔獣の巣穴になっているのです。気をつけて。熱風剣。くっ、吐くぞ。とどめだ。ほら、熱風剣。あんたたちがここまでたどり着けるとは思わなかったぜ。とちょうどいい。腕試しさせてもらうぜ。精鋭たちの力を。あら、受けてみろ。へえ、腕前はなかなかのもんだ。こいつで仕留めてやる。こいつで仕留めてやる。避けてみな。やるじゃねえか。これほどの相手は久しぶりだ。バッグが満杯です。召喚回収を試しましょう。バッグが満杯です。召喚回収を試しましょう。バッグが満杯です。召喚回収を試しましょう。Thank you.
この辺りには多くの魔獣がいるよ。注意して進む。受けてみろ。今月の分は玄関に置いておく。毎日決まった時間に飲むんだよ。聞いたの？どうだ。素晴らしい。先にエメラス。どうかお願いします。ブランジ様に合わせ。何事ですか？ブランジ様、私もどうかクラネバリスに行かせてください。グラナバリスか。証拠。ブランチさん、もしどうですか。逃がさない。もらった。白座くらえ。ほら。お見事。本当に使う。はい。ほらほら、リリア。こうしてアドルたちはリ。アドルさん。うわ。リリアって昨日の神。お前は引きずって。あなたを連れて行きたい。ここをタップするとお茶屋が開きます。オルハをタップしてお話をしましょう。オルハがあなたにお話が。まあ、きれい。タップしてお茶屋からで。明かりがついたようです。明かりがついたようです。見に行ってみ。オルハをタップしてください。
早速カナンの大渦を巡る冒険に出かけましょう。外の世界って楽しい？私も行きたかったな。今度行くときは私も連れて行ってね。それと姉様がとっても寂しがってるの。絶対にまた戻ってきてね。この手紙が届いているのなら無事に港町にたどり着いたということですね。いろんな場所を旅してきたけど、君のような勇敢な冒険家は初めて見たよ。君と一緒に冒険できてとても嬉しい。さっきソウルカードを手に入れたんだ。君にぴったりだと思うから、ぜひ持って行ってくれ。お帰りなさい。メモリーへ行きます。私は必ずレダ族の保護。イーシャは先に戻りなさい。今熱風剣。イーシャ、どうか無事でいて。やあ、ソウルスキルを使用して、またレダ族の燃え尽きろ。くそー、こいつら。このそう、私は必ずレダ族の誇りにされる巫女になります。お母様、私ここの雰囲気が好きなんです。なんだかとても落ち着くんですよね。
昨日参加できなかった冒険はここで回収できるんだ。さあ一緒に頑張ろう。